すげえ重要なメールだったな。もう重要だよ、すごいよ、読んで。はい、あーこれか、うん、俺もわかんないんだけど、うんうんうん、いきますよ。はいはいはい、どうぞシェフ、うん、すごいメール来ました。はいはい、何？エリケン食堂の開店時間と閉店時間教えてください。なるほど、これはですね、はい、本当に真剣に答えますと、これ会員制です、これ会員制、うん、これ会員制です。会員制、これ一般の人無理だから。一般の人無理ですね。無理無理無理。じゃあ会員制なら何時から何時までですか。これはだから言っていただいて、オーダーしていただいて、向こうの時間に合わせます。あ、もうそうですよね、はい、そうす。もう僕もただのシェフなんで、僕はもう何も気にならないです。そうそうそう、まあ、オーナーの健次郎さんですから。そうそうそう、だからもう本当に会員、僕の友達とか知り合い方しか呼ばないん で、はい、でそれでじゃあいついつ本当にお願いします、はい、エリケンの本当に飯食べたいです、はいはいはい、見たいですっていう方が仕方ねえなって感じで重い腰を上げるぐらいなんで、そうなんですよね。そっちこっちの店構えとしてはトーンとしてる感じなんで、そうですよね。そうなんです、申し訳ないですけど、そういうなんか一般のお店とは違うんで。いや申し訳ございません、はい、ごめんね。なんかまたアキラさんからのメールでしたね、うん、これまたアキラさんいい内容来てくるな、ね、ちなみに私女ですって書いてある女だったんだいやありがとうございます。エリケン食堂はそんな感じになってるんで、僕はもうただ料理人なんで、うん、もうオーナーの健二さんについていくだけなんで、うん、そういう感じになってる、はい、まあ、ぜひね会員になれるように頑張ってください、はい、待ってます待ってます、はいはいはい、メールこんな感じでいいですかね。もう一個行く？行きます？もう一個行っちゃいます？もう一個、ちょっと重要メール来てんじゃないですか？なんすか、なんすか？なんか来てんじゃないですか？なんかある？なんだろうな。はい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 、これっす。健次郎さんやばいっす、やばいっす。ない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 。めっちゃやばい。重要メール来ました。ない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 。マジやばいっす。やばい。健次郎くん最近、うん、顎伸びました。ゆうさんの真似しすぎて伸びてるような気がします。気のせいですか？わら。ゆうさんじゃねえよ。イサムさんだよ。あ、イサム。ゆうさんじゃないこれ。イサムさんなんだ。イサムさんだよ。ゆうって書いて。もう漢字わかんねえぞ。漢字わかんないぞ。ゆうさんじゃないね。イサムさんね。イサムさんのね、まあね、アゴイサムさんね。アゴさんだ。うん。いや、俺もなんか伸びてんじゃねえかなと思って。やばいっす、やばいっす。やばいよ。いや、今見ていますけど。うん、伸びています。日に日伸びてるかもしれない。来てます、ね、ちなみに、うん、またアキラさんからメールですまたかよ私ちなみにお女子です、女です。アキラさんセンスあるな、面白いわこれ。アキラさんナイスメールですね、うん、これこういうのバンバン送ってくださいもうね。バンバン待ってます、こういうバンバン待って重要なメールたくさん待ってますから、うん、こういうね、面白いですよねこれ。ちょっと楽しいですねこれ。この企画またやりましょうよ。やりますやりましょう、はい、ちなみに顎は伸びてます本当に、はいいやーいいっすね、はい、これこんな感じでいいですかね。はいはい、